Please start. My story is Japanese English. I studied English about 14 years, but after 15 years, still I cannot speak English for foreigners. Because our English is for examination to high school and college and university. Tonight, I'll show you Japanese English. Number one, どういたしまして? If I say, どういたしまして? Not at all, but foreigners cannot understand my English. I must say him, どういたしまして? Not が通る。 You must say not が通る。He at once understands my English and he says, thank you. Number two, when I go to America, I won't buy something. I will say, いくらですか?いくらですか? How much dollars? But,This merchant cannot understand my English. So I must say, いくらですか? How much dollar? You speak how much dollar? He at once understand my English and say, it's very cheap, it's million dollars. I want that. Number three, when I go to London,I ask the way to the park west of Kensington. So I will say, can you tell me the way to the west of Kensington? But this gentleman cannot understand my English. So I must say to him, can you tell me the way to the park of Wesley Kensington? At once, this gentlemanunderstand my English. So he say, go this way about 10 minutes. Thank you. 日本語でお願いします。日本語で、ジャパニーズイングリッシュというやつですが、我々はです、英語というのをですね、14年前から、だいたい14歳の頃から英語をやっております。しかしながらあれから50年、いまだに、英語っていうのをなかなか外国人の人にしゃべれません。なぜなら我々の英語っていうのは受験英語であって、高等学校だとかカレッジだとかユニバーシティ向きの受験英語なんですね。だから英訳とか文法はできてもスピーキングってなかなかきしだめなんです。で、今夜は私はジャパニーズ・イングリッシュがどんなものかという話を回したいということにしました。その最初は「どういたしまして」っていう言葉がある。「どういたしまして」っていうのは日本語では「You are welcome」とか「Not at all」と言いますけど、これを外国人の人で「Not at all」って言ったって全然「は?」とか言って「You are welcome」って言ったって通じないです。いや「Not at all」っていうのはどう言えばいいかというと「Not が通る」って言えば通じるんだそうです。だからその時ナットが通ると言うと、向こうの人は、あ、この人はどういたしましてと言ってるんだなというのが分かるんだそうです。次に2番目です。我々がアメリカに行った時に何か買いたいと思った時、いくらですかと当然聞きます。その時にはハウマッチドーラーと言って、で、外国のアメリカの人にハウマッチドーラーと言ったって通じないんだそうです。ハーチって、いや、何と言わなきゃならないかというと、ハマチドリって言うと通ずるんだそうです。そうするとですね、アメリカの人はですね、続いて「おいくらだ」っていうことを教えてくれるんだそうです。3番目です。我々がイギリスに行った時に、イギリスに、ウェストケンジントンパークという公園があるんだそうですが、これはなんか聞いたあれで、ダイアナ妃が住んでた公園なんだそうですね。今も皇太子がそこに住んでるんだそうです。で、そこに行きたいっていうんで、ウェストケンジントンパークっていうのはどこですかっていうんで聞いて、
Can you tell me the way to the West Kensington って言っても通じないと。じゃあ何と言えばいいかというと、上杉謙信って言えば通じるんだそうです。そうすると、その、イギリスのジェントルマンは、この道をまっすぐ10本ほど行ったらいけますよとすぐ答えてくれるんだそうです。ことほど最後に、我々の英語っていうのはジャパニーズ・イングリッシュといってさっぱりと通じないと。でハワイなんかに水くださいって言ったらギブミウォーターなんて言わないでギブミバラーで言わなきゃいかないんだそうですんで、僕は行ったことないからわからないけど、そういうところに行ったらこういう英語を使わなきゃいけないと思っています。以上です。どうも。